ピアノスタディレパートリー1の、時計台ですね。これ54、55ページ。このこちら左手の方は先生で書いてます。先生の伴奏なんで弾きませんね。皆さん弾くのはこちら、生徒って書いてます。ここですね。で、気をつけるのは、ト音記号、どっちもト音記号。普通だいたいね、楽譜ってト音記号あって、平音記号左とかなんですよ、ね、これ、うん。今までの、例えば、カッコ、前やった28ページだと、ト音記号と平音記号となってたんですけども、両方ともト音記号、ト音記号、ト音記号。これどういうことかというと、ト音記号ってね、この真ん中ね、ピアノだったら鍵あるんですけど、まあ、電子ピアノの場合これなくても、うん、一番ど真ん中の、ね、黒二つあって、ここが、ト音記号の境目。ね。で、ここから上です。で、こっち側になると、クルンとなってる平音記号の形になるので、ちょうどその境目ね、ところら辺のやつを、この、カッコの場所な、この辺の音弾いたり、こう習ったんですけども、うん、この時計台の場合は、ね、どっちも、こう左手ここ、ね、平音記号じゃなくて、ここが元音記号の場所です。うん。で、右手ここの場所なんです。ここにドがあります、これ。ここから始めますので、ね、だから、この楽譜が両方ともト音記号になってます、これ、うん。この場所を間違えない、場所をここから弾かないようにしてください。ね。音の高さ全然違います。高い音になりますので。うん。で、一番最初、まず弾いてみますね、これね。で、繰り返しがあります。こう、繰り返して弾いて、その次またここから、ね、ここがこういう風に弾きますので、うん、最初からこれね、見て真似して、こう、無理に弾こうとするんじゃなくて、初めはまずお手本だけ見てください。で、お手本のこの演奏の後に練習の仕方を言いますので、とりあえずまず皆さん見て聞いてくださいね。で、何度もこれ聞いてる方は、見ながらこうやって膝ポンをね、リズムをやる練習してください。うん。いますね。せーの。始めから1、2、3、3段目いきますね。とか膝ポンとかね、まだ弾く前の段階でこの音の強いとかは見といた方がいいですこれ、ね、一番最初メゾフォルテね、ちょっと元気よく始めます。あまり元気よすぎてこう指がバーンとこうならないようにしてくださいね。ちょっとこう元気、うん、元気いいというよりも明るいと思ったらいいかな。でこれはクレッシェンドのマークこれね、だんだん音を大きく、だからこう音は小さくのマークですね。で2段目いきますと、だんだん大きくしてフォルテ、ここ一番音が大きいね、指がバンバン鳴らないように、ちょっと太い音出そうかなとイメージでいいと思いますね。で、これはリピートって言って、初めからこう言って、また2回目こういきます。このリピートは途中にもしある場合は、途中まで戻るんですね。何もこう記号ない場合は、ここまで行ったらもう1回初めから戻る。うん。で、その次、メゾピアノが少し弱い。ね。この辺の音よりもちょっと優しくと思ってるんですよ。弱すぎちゃうと、全然ね、音がこう出ませんからね、これね。うん。で、こう言って、で、最後はメゾフォル、また元気よくなって、クレッシェンド大きくなって、小さくなる。で、ここの、繰り返し記号は、これ、初め戻るんじゃなくって、ここに戻ります、ね。一番近いこの形に戻ります。で、ここまで行って押します。うん。じゃあ、皆さん、じゃあ、さっきもし、膝ポンやった方は、もう一回膝ポンやってほしいんですけども、ね。今からこう、私弾きますね。弾く練習するんじゃないです。
膝ポンしながら大きな音だなと思ったら、私こ、うんね、ここで今やってますけど、本当は膝ですよね。大きい音だなと思ったら、こう手を大きく動かしてください。ね、ちっちゃいとこだなと思ったら、もっとちっちゃくこう、ちっちゃい目にちっちゃい目にこう動かしてください。今からこの強弱をちょっと言いますね。言いますね。じゃあ私これ弾きます。皆さん膝ポンですよ。いいですか？はじめはメゾフォルテだからと元気よく。せーの。あーん、あーん、あーん。はい、だんだん大きく、あ、小さく小さく小さく、あ、普通ぐらいね、あ、ちょっと大きめに、たーたーたー、一二三、はじめからね、たーたー、一二三、たんたん、ちょっと大きく、たんたん。2段目ね。たあたあ、1、2、3、ちょっと大きく。たあたあ、次3段目はちょっとちっちゃめですよ。はい。たあたあ、1、2、3、たあたあ、1、2、3、次元気よくね。たあたあ、1、2、3、たた、小さく小さく、そうこうね、まあ、本当はここ今また繰り返すんだけど、これね、うん、あの今みたいに見ながらね、ちょっとこう音大きいとこ小さいところきちんとやっとくね。そしたら今度練習してから、あのうまくこのきますので、これね。あと今さっき私123とか12とか言ったり言わなかったりしたんですけどね、あの渋音ばっかりのところは123とかちょっと言いませんでした。こう長いところ点がある白い音、これ、不点二分音符は3拍、1、2、3、長くしなきゃいけない、これ。点がなかったら、これ、1、2、2拍で、2拍、2拍と2秒のことのね。うん。で、これなんか全音符、全音符は、1、2、3、4拍まで待っとかなきゃいけない。ね。それでは長さがありますので、また、あの、折り返すときにこの音もありますので、これ、きちっと数える。音はお休み。ね。うん。で、長さをちゃんとやってことね。ここでね、あの、ドレミがちゃんと読めてない方もいるので、この読む練習しましょう、これね。まだ読みだけの、あの、そこのリストもありますので、あの、読みだけの練習したい方は、そこのコメント欄の、あの、読みのところに、読みのね、あれ、貼り付けておきますが、そこまたやってくださいね、これね。等音記号のね、こう、線が5本あるんですけれども、ね、下から1、2、3本の上にあります。これ、ここの音、これね。3本の上はドって言ってください。せーの。3本の上はド。ね。うん。これ覚えたら、あとこっからね、ドの上となると、その上、線のところね、こう棒が、丸があって、こう棒になってるところ。これはレです、これ。ね。そのさらにちょっと上、これミ。ね。このドレミ覚えちゃいましょう、これ。で、あの、ドレミをこう、そらそら読めない方は、こういうことをやるといいです。この段の中で、ドはどれですか？はい、これがド。次のこの段の中でドはどれですか？まあ、たまたまにないんですが、ドばっかり探す。うん。3段目の中でドはどれですか？ここですね。今、右手ばっかりやってます。これね。これどちらも。色違うんですけど、線同じ、ほら。同じ線の上ですから、これドですね。まあ、この中ドはどれでしょうか？これ。ね。3本の上がド。あと違いますよ、これ。ね。じゃ今度はレばっかり探す。ね、さっきどう探しますこのレを探すね、うん、3本の上のこれのちょっと上で線のね、あの中間にこうね、こう誤差刺さってるのはこれがレです。これもレ、色違うけど同じ線です。同じ線にあって同じ音なんです。これ、ね、ここのドとレ、この辺の音今探してますこれね。はい、レはどれでしょうか。これがレ、レ、これもレです。これ同じ線探してくださいこれね。次のレはどれでしょうか。あ、通り過ぎてダメです。これこれここないですね、これね。次の例は、これこれ。例ばっか探す。これ。ね。うん。こういう練習をよくやってください。みはどれでしょうか。これみ。み、み、み。あ、これみね。あとないです。これみ。次、これみ、み、み。み。次、ファを探します。ファは、これですね、これね。これファはね、これ、シャープです、これ。ファですけども、シャープ。ね。こういう横横立てたてのマーク出てきた。そこの右の黒になります、ここ。はい、ファはどこでしょうか？これ、これ。次、ファードで、はい、これですね。じゃあ、ソを探します。ソは空の上で覚えてください。これね、空の上。いっぱい線があって、その上の方にこうちょこっと乗っかってたら、これです。これそうなんです。この線ないでしょ、これ。
ね、これソ、空の上はソ、ソ、ソ、はい、ソはどこでしょうか、これね、こうやってパパパとドバドバドばっかり探す、レばっかり探す、ね、それもソまでずーっとやる、これやってると読めるようになります。それが終わってから、じゃあミレドレミミとこう読んでいきますというふうにやった方が読めるようになると思います。これね。うん、じゃあ、私ちょっと右でこうやってますので皆さんミレド言ってくださいね。これね、いいですか。いますね。で読むときに本をこう必ず指さしてください。なんかこう持ってるだけだと今どこやってるか分かんなくて飛ばしちゃったりしますので、じゃあ一番最初からミを言ってくださいね。せーの。ミレドレミミソファミレミレレ大きくソソファソ、お休みの次もう一回ミレドソソファソ、次3段目ちょっと小さくね、レレドドファファミ、次最後原曲ね、ミミソファミ、だんだん小さく、レドこんな風にあります。まあね、実際にこれね、2回繰り返し、ね。これも2回繰り返しですけれども、ちょっと短くやっちゃいましたけどね。うん、で、左も同じです。ミレード。ね、うん、音同じなんです、左手、うん。で、ただこの辺でやってるだけ。まあ、この辺の方が、ね、今までやった音だから、まあ、皆さん読めると思いますが、こちら多分読めない方多いと思うので、読みを散々やってください。あと、膝ポンやってる時に強弱もやってください。これね。で、右だけ弾く練習。左だけ弾く練習をよくやってるんですよね。で、弾きながら、強い音しようと思って、指がこういう風にならないようにしてくださいね。一番いい形は、ボール持ってる形、こうやりましょうか。キュッキュッキュッしましょうかね。うん。このままこうね、アメちゃん10個持ってる相撲ですかね。これ、このお手手がもうこうなったらどうなりますか、これ。これバラバラバラとアメちゃん怒っちゃいますもんね。これじゃちょっとダメ。ここつけない。ね、つけないで。これもダメですよ。上げすぎちゃうと手がね、こんな風になっちゃうから、こんなだとアメちゃんもらえませんよ、これね。ね。ここ丸くしとく。ここ。この形、ここ一番もっこりになるように。ここが上げちゃうと、ここぺちゃこになっちゃうので、これね。うん。やりにくい人はこうやりましょう。グー。グーして、ちょっとだけ開けるね。開けてこうなっちゃダメですよ、これね。こうやったらちょうどいいね。絶対ここ上げないこと、これダメです。これね。うん。うん、でこれで、ちょっと右手引きましょうね。一緒に引きましょうか。ここね。真ん中じゃないですよ。こっち。で、どの場所は、よくね、この間間違う方いるんですが、黒が2つ、これ。ここ親指。置きましたか、ここね。うん。ちょっと右手やりましょう、これね。で、さっきから私が、1、2とか、1、2、3って言ってるんですが、この白い音をね、この長さよく見てください。点があると、3拍です、これ。ね。ちょっと行きますよ。長いところ私、わざとこうやりますけど、これ、真似しなくていいですからね。はい、最初からいきますね。右手ね。手丸いですか？はい、せーの。ミーレ、次3拍ね。ドー、レ、ミー、ミー、ソー、ファ、ミーレ。ミーレ、次3拍ね。レ、ちょっと大きく。ソー、ソー、黒いとこね。ファ、ソー、はい、始めから。はい。ミレ、はい、三拍。ドー、レ、ミ、ミ、ソ、ファ、ミ、レ、二段目ね。ミレ、はい、長く。レ、ソ、ソ、はい、黒いとこね。ファ、ソ、そうそう、ストップ。ここまでもしついていけない人は指散々やってくださいね、これね。もうどこやったかわからないって方は。で、まあ、その方はね、ちょっとこう、まあ、動画見ながら、とりあえず読むだけを散々やってくる。もうどこやったのよくわかんないなってことかな。あるいは、ミレードって早く読んじゃう人とか。ね。うんうん。まずここまで半分だけで、今日はここ半分にしようかなとか。
ね、ここだけたくさんやろうかな、じゃあここはここからしたら明日にしようか、そうなるの構わないです。同じとこ繰り返し繰り返しよくやって覚えてくる。これ長いのね。続きいきます。これね、続きはメゾピアノ、ちょっと優しく入りますね。手丸いかな。はい、3段目からいきます。レーレのとこからね、せーの、レーレー、次中のね、ドードーパーパー、次4拍ね、レー、はい、最後の段ね、元気よくレーレー、はい、3拍ソーパーレーレー、小さくドー、そうね、でそこまでを本当はこれ2回繰り返す。で、あのこれは右手だけ散々やってください。で、だいたい曲を覚えたらもう左手は同じなので、これで音も同じです、これで。気をつけるのはこのファのシャープね、これね、ファのシャープ、薬指と思ってなんかこの辺されたくなっちゃうんですが、ファのシャープってここですから、これね、左のファのシャープを押すとしたらこれで、これであのだんだん片手を慣れてきて、最後に両手とかやってください。間違いやすいのは左と右っていうのはね、ここ人差し指だけど、ここ人差し指じゃないですから、これ。ね。うん。まあ、あの、手って左右対称になっちゃってるから。こっちレ弾くときに、こっちファ弾きたくなっちゃうんですよ、これ。そうじゃなくて、こっちレのってこっちレ。こっちファのってこっちファなんです、これ。ね。うん。ちょっとこれがね、ここ親指とここ親指じゃないの、これ。うん。ちょっとこの左右がね、特に2と4、これ間違いやすいね、これ。うん。よく気をつけて、あの、なんか音がバラバラおかしいなと思ったら、もう一回ね、手をギュンギュンギュンしてください、これ。ギュッギュして片手だけをよくやってください。指が伸びてたり、こう握る力が弱いとよく間違います。ね。うん。間違う人は、あの、なんで間違うのか、その音感がいいとか悪いじゃなくって、手の形。ね。普段か粘土遊びとか、鉄棒とか、とか縄跳びとかも握りますよね。おにぎり握ったりとか、もう握らないから。運転やったりとか、うん。ゲームとかじゃなくて、こう手を掴む運動ね。何か作ってみたりとか、うん。砂遊びとか、こういろいろやってる人は、もう手ができてると、それだけで、あの、間違いが少ない演奏ができます。ね。あの、うまくいかない人、手がこうなっちゃう人は、普段から何かこう工夫してください。ギューギューする。ボールを握るとか。ね。そういう運動をよくやってください。そしたらもう、あとは読めたら、ね。読みもさっきみたいに同じ音を探す。うん。それをやって、あとよくよく音を聞いたら、できますので、うん、やってみてくださいね。